大学3年生女です。中学生の頃から精神科に通院し始め、転院して最近やっと ADHD の診断が出ました。バイトや人間関係も続かないことが多く、普通に働けないと思うので、精神障害者手帳を申請して障害者雇用での就活を考えています。メリットは調べると多く出てきますが、世間体以外の大きなデメリットってあるのでしょうか。ちなみに就職は一時的な手段で、最終的には独立したいと思います。別に世間体というかバレはしないんで、その会社の中で分かりますけど、別に普通に通勤してますとかで、近所の人が分かるわけないので、なのでデメリットほぼないと思います。なので、あとね、大企業入りやすいんですよね。要はその障害者を雇用しなければならないっていうルールがあって、大企業が、3%ぐらいは障害手帳を持ってる人を雇わなきゃいけないというルールがあるので、頭のおかしな人は雇いたくないと。なので、そこそこまともな障害者ですっていう人がいると、その人がそんなに優秀じゃなかったとしても、罰金払うよりは雇った方が得だよねっていうのがあって、なので就職しやすいっていうのがあったりします。